ねえ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 、イーフットボールでものすごいアップデート来たらしいんだけど、更新内容多すぎて何が変わったかわかんないんだよね。いやー、こういう時にわかりやすくまとめてくれる人いねえかな。私にお任せください。皆さんどうもこんにちは、イカクです。こんにちは。12月8日ガチャイベだけではなくて、シーズン3更新内容、この動画1本でまとめていきたいなと思います。今日の動画に関してはおそらく長くなると思います。もうアップデート1本では収めきれないぐらいの更新内容来てるんですけど、これを見ていただければ大事なところは全てわかるようにまとめてきましたので、ぜひ最後まで見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとはですね、今後も指名契約のおすすめ選手、週刊FP レベマ比較、ブリッツカーブレベマ比較、そして通常選手の比較まで全てこのチャンネルでやっていきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。でもうですね、いきなり更新内容がっつりまとめていきたいなと思うんですけど、まずこの画面から変わってることにお気づきですかね。もういつもの癖でガチャ画面行こうと思ったらデイリーボーナス押しちゃったりとか、マイチーム押そうと思ったらガチャ画面行っちゃったりとか、まだ慣れないのは正直ありますよね。でいきなり超激アツな新要素から紹介していきたいなと思うんですけど、この一番右、デイリーボーナス、これめっちゃえぐいですよ。もう簡単に言うとですね、ログインボーナスの PK ミニゲームみたいな感じなんですけど、 PK の結果に応じてスゴロクみたいにマスを進めることができて、道中に置いたりですね、 GP や経験値はもちろん、なんとゴールまで行くと超豪華な報酬をもらうことができるんですよね。で報酬に関してはここから確認することができて、道中はこんな感じですね。基本的には GP か経験値になりますと。でゴール報酬がマジでヤバくて、なんと1周目から見てください、サントスネイマール、バケモンでしょ。エピックの B 固定でなんとブースターテクニック付き、いやこれ無料はえぐいって。ブースター付きエピックって考えたら5000円の価値はありますので、これがいきなり配布はえげつないですよね。でさらにですね、まあこれスキル追加とか GP ももらえるしコインももらえるんですけど、何がえぐいかって、この3周目、7周目、11周目、15周目でもらえるガチャ券で、これがですね、対象見てください、マラドーナいるんですよ。いやもうマラドーナのエピックもこんな簡単に無料配布していいのって思うし、実はねマラドーナもそうなんだけど、この新登場のコスタクルタ選手、バケモンです。もう一言でガチスカ級の守備的サイドバックなので、これちょっと無料で配っていいのってレベルですね。ロナウドなんかもいますし、全部回収すれば絶対全員引けるようになってますので、これ無課金美課金超優遇案件ですね。まあ、おそらく PK は失敗しても毎日ちゃんとログインすれば報酬全て回収できるようになってると思いますので、絶対に毎日ログインして1日の運試しとして PK ミニゲームやってあげてください。さらにですね、ちょっと続けて新要素を紹介していきたいなと思うんですけど、実はねこの画面のデザインっていうのもだいぶ変わってるんですよね。まあ、今までですねイベントの画面も対人戦と AI 戦ごちゃ混ぜでちょっと分かりにくかったところもありますので、すごく分かりやすくなってたりとか、ドリームチームなのかオーセンティックなのか、まあ、これオーセンティックっていうのはまあ既存のチームですね、現実と同じチームを使うものなんですけど、そういうのが分かりやすくなってますので、これもかなりいいアップデートですよね。そしてそんな中、あれ見たことのないマイリーグっていうモードありますよね。これですね、新たに追加された新要素なんですけど、好きなクラブを選んで各国のリーグに参加してリーグ優勝を目指すオフラインのモードになってるんですよね。いや見てほしいのがこんな感じで、ちゃんとですね順位表がついたりとか、あとは固有のですねポイントっていうのがあるんですけど、ポイントを使ってアイテムだったりとか、あとはですねこういった選手のレンタルっていうのもできるようになってるので、ちょっと現実みたいにルーク・ショーを10試合レンタル移籍とか、まあ、そういった楽しみ方ができるって感じですね。で実はですねこのアイテム結構面白くて、まあ、この辺りのコンディションを上げたりとか、あと見て決定力99アイテムとかあるんですよ。まあ、これですねかなりゲームっぽい要素なんかも追加されてますので、いやーこれハマる人はすごいハマるんじゃないかな。まあ、基本的にはこんな感じでドリームチームを使ってやるんですけど、まあ、レンタル選手を使ったりとか、そもそも通常で獲得して縛りスカッドを作ってる方とかだとめちゃくちゃ楽しめるんじゃないかなって思ってますね。まあ、あと個人的にはね得点ランキングとかアシストランキングとかついたらもっと面白くなりそうだなと思ってるんですけど、まあこの辺りは今後のアップデートに期待していきましょう。まあ演出なんかもですねいろいろ凝ってるみたいだし、何よりこうやってオフラインモードが充実して新たな遊び方の選択肢ができたっていうのがものすごく嬉しいですよね。まあ、もちろんマスターリーグとかと比べるとまだまだ足りないところはあるかもしれないですけど、これは大きな大きな一歩だと僕は思っております。
で、このマイリーグはオフライン向けのモードになるんですけど、実はオンライン向けの e フットボールリーグっていうのも大幅にリニューアルがされました。かなり変わってるので簡単に解説すると、まずレーティングがですね、今までディビ1の人たちにしかつかなかったのがディビ3からレーティング制度が始まりました。で、1200から始まるんですけど、1試合ごとにレーティングが変動して、レーティング1500からがディビジョン2、1800からディビジョン1、そんな感じの分け方となりました。レーティング1800以上がディビジョン1って考えると、今までよりディビジョン1の難易度はちょっと上がったのかなと思いつつ、逆にレーティング制になる難易度っていうのは下がってますので、まあどっちもどっちなのかなって感じではありますね。で、ここにも書いてあるんですけど、ディビジョン3、ディビジョン6、ディビジョン9から同じフェーズ中に降格が起こらなくなってますので、ディビジョン1から3が上級者、ディビジョン4からディビジョン6が中級者、ディビジョン7からディビジョン9が初級者みたいな、まあそんな分け方になってるんじゃないかなって思ってますね。で、逆にですね、今まではディビジョン1に1回上がると降格することはなかったんですけど、レーティングによってディビジョン1からディビジョン3までは昇格も降格も自由に起こるようになってますので、これはかなりリニューアルが入ったんじゃないかなって思ってますね。あと細かいところで言うと、フェーズ切り替え後の開始ディビジョンっていうのが過去に到達したことのある最高ディビジョンに変わってるみたいですね。今までは1個前のフェーズの最高ディビジョンだったんですけど、まあ、おそらく1回でもディビジョン1に行ったことある人はこんな感じでディビジョン4からのスタートになってるんじゃないかなって思ってますね。まあ、このあたりの細かい変更だったりとか、マッチングの仕様も変わってるみたいなので、まあ、格差マッチングというか大幅な能力差があるようなマッチングっていうのはだいぶ減ったんじゃないかなって思ってますね。まあ、個人的にはこの変更は賛成かな。節目で落ちなくなったことでそのあたりのストレスもなくなってますし、まあ、ディビジョン3以上の人はレーティングかけて戦うっていうね、ちょっとウィレ時代を思い出すような形になったので、まあ、とりあえずの印象としてはかなりポジティブな変更かなとは思ってますね。いや、でもレート1800か、まあ、もちろん僕も前回行きましたけど、ディビジョン1行くのがまたちょっと違った感覚になってきそうですね。さあ、そしてここからはですね、細かい修正になるんですけど、いや、これ嬉しい人多いでしょう。トレーニングでオーセンティックチーム、これ既存チームだけではなくて、なんと今自分が使ってるドリームチームも選べるようになりました。それこそブリッツカーブとかも試せるようになったので、ここはシンプルに神アップデートですね。まあ元に戻っただけですけど。そしてお次、これは嬉しい人多いでしょう。なんと契約更新が GP でもできるようになりました。まあ、おそらくこれ最大30万 GP ぐらいだと思うんですけど、 GP を使うことで45日の契約更新が可能となりました。まあ、シンプルに20万 GP とか高いは高いですけど、契約更新アイテム自体がめちゃくちゃ貴重なので、僕は割と妥当な価格かなって思ってますね。まあ、GP という選択肢が増えただけめちゃめちゃ熱いと思いますので、契約更新する方で GP 余ってる方とかはぜひこのあたりも積極的に使ってみてください。まあ、あとはですね、もともと告知されていたフルパフォ1回制限、 AI 戦の難易度調整、コープの新イベント、このあたりも来てますので、いや、これマジで過去最強のアップデートじゃないかな。大型アップデートは余裕で超えてくるとんでもないアップデートとなりました。で、あとですね、公式ホームページで気になったのがこの文章、ライブアップデート評価が固定であった一部の選手について評価が変動するように変更しましたって書いてあるんですよね。いや、これもしかしてブンデス組とかサウジ組とか未所属組のライブアップデートが今後入るのかもしれないですね。現状ちょっとまだ細かい仕様把握できてないので、また分かり次第この辺りも告知していきたいなって思ってますね。で、そうだ、大事なこと忘れてた。皆さんもう気づいてると思うんですけど、なんとガチャ演出変わったんですよ。いや、これマジでテンション上がりますよ。まあ、特にですね、10連が変わったので、ちょっと10連から見ていきましょうって思ったけど、無料部あるのでまず無料部見ましょうか。見てこれ、えぐない？もうだ、気球とか飛んでる人、あ、待って、これハイライト来たっぽいね。ほら、すごい変わったのよ。いや、もうテンションぶち上がりゲーミング部でしょ。ちょっと音出てなかったんで音出しますけど、いや、すごくないこれね。え、もう実写出しちゃう、実写出しちゃうけど、待って、見てほら、顔からドンみたいな、いないいないバーみたいな、すごくないこれ。え、待って、ちょっと10連見て、10連見てほしい。ちょっと、まあ、ちょっとせっかく10連引くならもうリセットするわ。ちょっともうリセットして引きますけど、10連見てていくよ。すごいよ、マジで、マジですごいよ。見てて、これほら、いくよ、10連、えぐいて、えぐくないこれ、超かっこいいよね。もうなんかね、いろんな演出があって、どれが確定演出かまだ全然分かってないんですけど、ほらほら、10人の選手たちが流れていく、回転寿司のように、すげえよなこれ。めちゃめちゃ演出かっこよくなってますし、週刊 FP なんかも演出変わってますので、ぜひ皆さんこの辺りのガチャ演出も楽しんでみてください。
あとはこの流れでせっかくなのでイベントの話をすると、まずはこちらですね、ヨーロピアンクラブのツアーから週間無料券獲得できますので絶対にこのイベントはやってあげてください。であとはですね、この対人戦の方からもともと告知されていたコープの PVP イベントもやってまいりました。コープっていうのは最大3対3のイベントになるんですけど、でこれですね、1人でも参加できるようになってますし、コープモードも絵文字が送れるようになってたりとか結構機能追加されてるみたいなので、ぜひ皆さん楽しみながらやってみてください。てか待って、実写出したままだったら消します。ちなみにですね、イベントに関連して言うとシーズン3開幕キャンペーンというのも来ていて、スペシャルログインボーナス2000ポイントだったりとか GP がっつりもらえますので、ぜひ毎日ログインしていただきたいのと、キャンペーンアチューブメント、こちらからはコインなんかも確認できますので、ミッションからアチューブメント、こちらの左のですねシーズン3開幕のアチューブメント条件しっかりと確認してあげてください。であとですね、さっきコープのイベントが来てるって話もしたんですけど、なんとですね、本日から来週木曜日までの期間、そして来週木曜日から次の木曜日までの期間、それぞれですね1試合でもコープイベントに参加していただくとスキル追加2枚もらえるかなり激アツなプレゼントもありますので、1週間に1回はぜひですねこちらのコープ PVP イベントチャレンジしてみてください。さあまだまだ更新内容あるんですけど、次はマッチパス見ましょうか。今回もバリューとプレミアム両方更新されまして、なんとバリューラファシューバなんですよ。いやこれ激アツですね。まあ通常からめちゃくちゃ強くなってるかって言われたらそこまでではありますけど、着実に強化されてるし、ラファシューバ自体は環境でも間違いなく強い選手なので、これは取る価値ありそうですね。半額ある人は即決でいいと思いますし、実質300コインで指名契約をもらいつつラファシューバ確定って考えたら、僕はかなりおすすめしたいなって思ってますね。まあ細かい価格は近いうちにやっていきますので、迷ってる方はそのあたり見ながら判断してみてください。プレミアムに関してはブリゴ選手が得点としてもらえるんですけど、まあ今回は無理しなくてもいいのかなって印象ですね。さあそしてポイントショップ e フットボールポイントで買える新たなユニフォームっていうのが追加されました。まあこれは買わなくていいかな。 PV にも告知ありましたけど、近々選手の追加なんかもありそうなので、そのあたりを見てからの判断でも全然遅くないんじゃないかなって思っております。さあこっからガチャの話いきましょうか。もうここまでですげえ長くなってるんですけど、なんと見てください、新スキルブリッツカーブ持ちのショータイム登場いたしました。いやこれ一番サプライズですよね。ブリッツカーブというですね、縦に鋭く落ちるコントロールカーブを打つことができるんですけど、見てくださいこんな感じで軌道めちゃくちゃえぐいんですよね。まあ視覚的な凄さもあるし、とにかく決まった時の気持ちよさっていうのがえげつないんですよね。いやこれ結構おすすめ度高いな。それこそ僕もですね生配信ですでに育成してるんですけど、サラーとかセカンドトップに音適性がついた上に、見てほしいんですけど、もうシンプルに能力がえげつないんですよね。トンフミに関しても逆圧最高で能力高いし、ギエザもスーパーサブ持ちで強いので、まあ、改めて細かい比較動画はやるんですけど、そもそも能力えぐい上に視覚的にも強い新スキルがついてますので、まあ一人は僕ね取っておいてもいいんじゃないかなって思ってますね。逆に言えば全員持ってても結構役割は被るので、僕は一人出たら即撤退で、美化金の方とかはちょっとチャレンジしてみるのはありなんじゃないかなって思ってますね。まあでもね PV で来てましたけど、バルサビッグタイムの告知も来たんですよね。まあおそらくこのガチャ近いうちに来そうですし、まあこのガチャも相当熱くなりそうなので、どこでコイン使うかはマジでむずいですね。まあこのあたりはいろんな実況者の方も発信すると思いますので、そこも含めて最終判断してみてください。まあ個人的に現状の評価で言うと、ブリッツに関しては一人取っておいて後悔することはないんじゃないかなと思ってますね。気になった方ぜひ勝負してみてください。さあそして今週はですね、予定通り週間も2種類やってまいりました。まあどっちもですね割と同じぐらいな感じなんですけど、まずはリーグの週間から見ていきましょうか。バレッラが2列目に変更されたのと、コルウィルがですねこのアイコンでチェルシーから登場したんですけど、実は結構優秀なんですよね。守備的サイドバックで、まあ、ディフェンス能力もうちょいあれば神でしたけど、スピード90乗ってフィジカルもしっかりある、これはね守備的サイドバックの候補に入ってきそうですよね。まあ、あとはなんといってもスーパーサブ遠藤選手、日本人として絶対に当てたいです。まあ、こっちのガチャに関してはさっきも言った通り、無料分はイベントから取れますので、絶対に無料分は引いてあげてください。そしてもう一つがですね、こちらの CL 週間になるんですけど、こっちはですね冨安選手来てくれてテンションぶち上がりなのと、なんとゴレツカがセンターバックでバグ強化で登場いたしました。でさらにさらに、まあ一番当たりはフォーデンでしょう。まあこのフォーデン B2B に変わったんですけど、能力週間としては相当レベル高いので、まあ個人的にはこっちのガチャの方がおすすめ度高いかな。まあこっちで無料分ないのがすごく残念なんですけど、まあ1、2回勝負してみてもいいんじゃないかなって思ってます。
ですね。まあでもどっちも絶対引けレベルではないかな。おすすめ度で言うと星4ぐらい、それぞれに注目の選手はいますが、まあぶっ壊れクラスかって言われるとそこまでではないかなって印象ですね。さあそしてガチャとしてはラストになるんですけど、指名契約新たに登場いたしました。こちらもですね、近いうちにおすすめ選手の動画紹介する予定なのでもうちょっとだけ待っていただきたいんですけど、まあ迷うとすればこのクラブアイコンですよね。星5で誰を取るか迷ってる方いると思うんですけど、まあこのね指名契約だったらデブライネかデラクルスの基本的には2択になるかな。まあ今までハイライトデブライネ一切持ってない方とかだったらデブライネおすすめなんですけど、まあ特別ですね今までより強いとかではないので、デブライネ持ってる方だったらこのデラクルスがいいかな。まあプレイスタイルがですね B2B に変わってはいるんですけど、能力結構いい感じに上げられますので、まあ迷ってる方はこの2人から選んでいただくのがいいんじゃないかなって思ってますね。ただ指名契約に関しては星チームとか、まあ、好きな選手がいればその選手を最優先でいいと思いますので、ぜひそういった考え方で選んでみてください。まあさっきも言った通り改めておすすめ選手は紹介しますね。はい、ということでもうね撮影時間30分になっちゃうぐらい熱く話したんですけど、まあおそらくカットして、まあ15、6分ぐらいの動画にはまとめられてるんじゃないかなって思ってますね。まあ今後のですね来るイベントだったりとかガチャに関してまた動画まとめるかもしれないですし、さっきも言った通り比較動画なんかはバンバン投稿していきますので、ぜひ楽しみに待っていてください。こういう時こそ比較の出番だと思ってますので頑張ってやっていきます。そしてみんないつも動画見てくれて本当にありがとう。生放送を見てくれてめちゃめちゃ嬉しいです。いつもありがとう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後に10連のすごい演出見せるわ。見ててこれ。どう？来るんじゃない？これ。ねえ。どう？え、待って。全然出ない。